こんにちは。今日はね、いつもね山田さんが見回りしてくれてね、また電話がかかってきて、竹林の方にね、イノシシがかかってるってことで、小雨降る中、今ね竹林のそのかかってる現場のところに向かいます。山田さんがね結構見て回ってくれてるんでね、ちょっとねどこにかかってるのかね、多分平らみなところではなく、崖になってるね一番険しいところかなんかのねところだと思うんですけど、今ねちょっと入っていくまで、かなり大変なんで、撮影の方はねここで一旦とりあえずストップして、今現場に着いたらねまた、撮影します。はい、今ね現場についてこの間かかった、場所が、ね、向こう側なんですけど、こっちのねかなり急勾配の方にも、平らみのところからね罠を移設したんですね。そこへ、今日かかってるみたいです。ちょっとねまたこれ編集の都合すぐにね出来上がるかどうか動画上げられるかどうかわかんないんですけど、どこだろう、いましたね。結構ぐるぐる巻きになって、これも前足で、この間の4日少し小さいですね。でしっかり、くくりにはね入ってると思います。かなり穴掘っちゃってるな、ぐるぐる巻きになっちゃってますね木の枝にね。で今ね鼻くくりを持って結構まだ暴れてるんでね、動きを止めて、電気止め差し昨日も使ったんですけど、電気止め差しをねしていきたいと思います。ちょっと場所が場所で、ね、すっごいところなんですよこれは。かなり急勾配でねここへまあよくかかったなと。仕掛けてまだねほんの数日しか経ってないとこなんですけど、まあよくかかったなって感じですね。上から鼻くくりをやろうかなと思うんですけど、それじゃね今準備をして鼻くくりの準備をして、下へねまた降りてきたいと思います。 こんな状況ですね。あれここは弾いてんな、あここ弾かれてますね、ここねそこは弾いてますね。